ポケットモンスター SPECIAL SV 編7は完走する。一番の方が救済になったからこれで来月には両方とも同じ話を掲載することになるけどどうするんだろう。ともあれ、無料更新が続くのはありがたい。本誌を買え、と言われるかもしれんが、さすがにこれだけのために紙媒体買うのもな。目つきが悪いねって。金が間に合ってるってスポンサーがいる？マジボスじゃねえかな。不正発行リーグポイント。前話でマジボスの依頼スターダスト計画断ってるから別人じゃないかな。単に金をどうでもいいものみたいに夢もにムカついただけだと思う。お金が必要？だったら私とバトル。金絞り取られてもいいからバトルがしたいねも。よかったなクワス登場だぞ。このまま二人はすれ違いを続けるスタイルか？死んでる。今度の単行本過失にはペパーのシェルダーゲットの下りが入るのかな。何はともあれ作者さんはゆっくり休んでくれ。ネモの理想の公的シュレッジ増長特さ。だぜ女なのか。なんかちょくちょく見かけたメロメロネモここだったのか。このクワスはネモの手持ちかな。65巻の作業も再開したらしいしゆっくり待つよ。ネモも飲み等登って体力尽きただけだったりして。クワスが悪い顔してたけど性格に癖があるのかな。そういえばもしオーリムフプー両方出るとしたら夫婦及びペパーの両親ってことになるのかな。ポケスペならほぼ確実にそうすると思うけど。ここはぼかしておきたいんですとゲーフリストップがかかる可能性はある。結論わからない。キバワダチどっちも出してきたもんな。ロトジー有能すぎる。ネモ、レッジの一方的すぎる感情が本編とまあまあ間違ってない。言うてゲームでは主人公もかなり乗り気な選択肢あるからな。でもレッジみたいに塩対応だと本編ネモもこうなる感じはするやだ。聞こえなかった。他もろもろのセリフ的に。レッジと王子のストーリーがちょっとずつ絡み始めた感あっていいね。ネモの脳内レッジがイケメンすぎて吹く。主人公どっちもグレー系なのくさ。ネモがバトルじゃなくて公的種に飢えてる描写、いいぞ。崖神が思っていた以上に俊敏だったな。スパイスパワーすげえな。言うて崖神 S75 だし、怒りのコーラ発動するとさらにそこから S1 段階上がるし、レッジがケーキで満腹になってるシーン、めちゃくちゃ目つき悪いのに背景キラキラでクソ笑った。美味しかったね、よかったね。楓さんの大人な対応がなんかすごく、ふふ。この後クルサが来るのか。楽しみだな、レッジ相手にどんな芸術大爆発を見せてくれるのか。オネガワがガツガツ来るオネロリはいいぞ。レッジあの細い身体にどんだけ入るんだ。コロコロ表情が変わる王子かわいい。いつかノーマルハルトの姿も見られるんだろうか。いくらかき分けできないからって素の姿を変えることないじゃないですかやだ。初めてトレーナーと戦って勝ったのかレッジ。主が毛髪の巨大感が漫画でもわかりやすいな。冷静に考えるとあんなでかいのによく立ち向かえるな。ネモペパーレッジ王子みんなかわいいな。